なでしこ次なる相手、ノルウェー監督は自身のコメント。なでしこジャパンは7月31日、女子ワールドカップで、グループリーグ最終戦のスペイン戦に4対0で勝利した。決勝トーナメント1回戦で対戦するノルウェーのヘイゲ・リーゼ監督は、日本チームのペースと効率の良さに感心したとコメントしたという。ノルウェーメディアナークによると、ノルウェーを率いるリーゼ監督は日本とスペインの試合を滞在先のホテルでチェックしたとして、報道陣に、日本チームのペースと効率の良さに感心した。ボールを保持するスペインに対して、5-4-1 という戦術を見事に成功させ、ダイレクトで効果的なカウンターアタックを見せた。ただし、私たちが彼女たちと対戦するときは、おそらくまた違った試合になるだろうとコメントしたという。一方で、同メディアのレポートでは、日本が相手で良かったのではないか。スペインとは何度か対戦したことがあるが、自分たちはまだまだだと痛感している。少し前にスペインとトレーニングマッチを行ったが、完全に圧倒された。スペインが4対2で勝ち、自分たちがスペインに苦戦していることは知っているとして、ノルウェーの強みの一つは、優勝候補である日本チームに対して、選手たちの期待のプレッシャーが少ないことだろう。期待の低さはプラスに働くのではないかと、記憶に新しい敗戦の経験があるスペイン戦よりは望ましいという、解説者の意見が掲載されている。8月5日に行われる決勝トーナメント1回戦に向け日本に対するかなりの警戒感を持って臨んでくることになりそうだ。日本を舐めてくれるならありがたいことです。見る目皆無のノルウェーメディアが、なでしこを軽視していたので安心しました。ノルウェーが苦戦したスペインに4対0で勝利したなでしこジャパンを軽く見ていないか？舐められてますね。やっちゃいましょう。残念ながらなでしこが3対0で勝利します。しっかりとノルウェーチームを分析して情報戦を制しましょう。肉を切らせてぶった切る、一撃必殺。スペイン戦の終了のホイッスルからノルウェー戦が始まっています。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。